今日頭髪検査じゃん。あつさお前ヤバくね。大丈夫っすよマスター、うちの担任ちょろいんで脅せばなんとかなりますよ。はい、先生します。今日小島先生が研修ですので私が頭髪検査をします。あつさん、あいつ誰ですか。知らねえよ。最近転入してきた鬼教師のウンパだよ。やべえよ。初めて見るな。はい、じゃあ早速やりますよ。慣れてください。はい、慣れ。なんだその髪色はお前、舐めてんすか。最近プール塩素で脱色しました。はい。そんな言い訳が通用するわけないだろお前。バカだめよお前、アホなんだお前。え、俺も大人ですよ。先生ですよお前。丸めてこい、バカだめ。色は黒っす、俺は。はぁ、あ、何を言ってんだお前。黒だからいいと、黒だから僕は大丈夫ですと。ロン毛もダメですけれども、十分髪長いんですけど、舐めとったお前。おならがお前も舐めてこい。早く床屋へ行ってこいお前。おならが全くしょうもねえやつしかいねえな、このグラス。次お前か。本当、校則守れないなんておかしいですよね。お前が一番おかしいよ。お前、小賢しいことしてんじゃねえぞ、お前。カツラだぞ、お前。お前、どうしてお前、こんな言うのね、カツラなに。おめえその呼び方いつの時代で、お前何人目の射程だよ。2年前ぐらいにお世話させていただいてました、ウンパです。一時か。今日の出勤は12時。寝るか。にしても店長遅くないですか。ああ、確かに。どうせあいつのことだからパチンコでも打ってんじゃねえの。いや、もう16時っすよ。俺上がりの時間なんですけど、店長来るまで上がれないんすよ。して、なんすかあいつ。4時か。めんどくせえけど。のね、うん、ああ、やつだ、こうだ、これだ、これだ。何か勝ってねえけど、いけるか。よっしゃ。うまい
らちゃんと仕事してっから。ちょっと店長何やってたんすか、遅いっすよ。外業務で。絶対嘘じゃないっすか、髪ボサボサっすよ。そうっすよ、遅刻なら遅刻って言ってくださいよ。うるせえな、こっちはうんこ踏んでイライラしてんだよ。仕事ちゃんとしろ。やばくないっすか、店長、店長起きてくださいよ。店長寝坊したせいでこっち2時間残業してるんですよ。もう上がっていいですか。無理、ダメ、却下。は？何ですか。中業務があんだ、俺は。ちょっとレジ行っといて。この葉っぱに含まれる成分が筋肉にいいと世界で話題になってました。え？世界で話題に？ああ、はい。あの、世界で有名なあのハリウッドスターのドウェイン・ジョンソンもこれが食べてるらしいですよ。あの、ドウェイン・ジョンソンが？そしたら、もらってもいいか？はい、いいですよ。じゃあ、そのササミと交換ですね。あ、はい、いいな、はい、ありがとうございます。うん、へへへ、あ、ちょっと待って、何食ってんの。あ、これですか、筋肉にいい葉っぱです。うまい。いや、うまくはないですけど、筋肉にいい。その後も花山は熱田で遊び続け、バカで素直な熱田はその言葉を疑うどころか物知りでいろいろと教えてくれる花山に感謝までするようになった。今のぼっち？なわけないっすよ。なわけないよな。なわけない。なわけない。おお。いな。二人が見たものは見間違いではなかった。本来花山にとってカツラを取った不良の姿であれば女を落とすことなどあまりに簡単なことである。しかし花山はあえて陰キャの姿のまま女を口説くことにハマっていた。そう、マイブームだったのである。おい、面白いですね。さあさあ、今日はどうしますか。ね、ホテルでも行っちゃいますか。実はお兄ちゃんが花山くんに合わせろってうるさくて、一度だけ会ってくれないかな。え、お兄さんとですか。まあちょっと挨拶するぐらいならいいですけど。やった、お兄ちゃんと花山くん同い年だから知り合いかもしれない。え、そんな世間は狭くないですよ。何言ってるんですか。冗談うまいな、本当に。もうなんだこの子は、可愛いな本当に。おい、ぼっち。これはどういうことだ。説明しろ。最悪だ。よりによって、厚田の妹だとはな。くっそ。っていうか、メイモ。こんな冴えないクソ陰キャどこがいいんだよ。そんな言い方ないでしょ。お兄ちゃん最低。え？いや、そんな、最低なんて言わないでよ。ん？なんだ今の反応。普段の厚田じゃねえぞ。まさかシスコンなのか。だとしたらこの状況
使える。まあでも今のは俺が悪かったね、うん、あ、そうだ、すぐん昨日の昼休みのこと覚えてます？え？昼休み？おー、すぐお待たせしました。あー、先だけはい、それじゃあ、500円ですね。はい。ああ、いつか倍にして返すから、つけといてくれ。いつもそうやって言うじゃないですか。ちゃんと払ってくださいよ。まあ、早く。いつかよ、いつか早く。あ、そんなんいちいち覚えてねえよ。ああ、もう、つけたいがたまって、一番、優先、僕はもう生活できませんか。苦しい、毎日ひじきばっか食べてお腹空いて。お兄ちゃん最低。ああ、そうだそうだ、ちょうど今日返そうと思ってた。はい、ありがとうございます。さすが厚田君ですね。立派です、立派です。1、2、3、それじゃあ、ホームルームを始めるぞ。小島先生、なんすかそれ。ああ、これか。これは世界各国で重宝されてるほどのな、絶対に当たると言われてる嘘発見器だ。ああ、なんでそんなもの持ってきてるんですか。必要ないでしょ。いや、そんなことはない。例えば、今お前ら、俺が来る前に携帯で荒野行動をやっていたんだろう。いやいや、やってないっすよ。もう、そうか。それじゃあそこで、こいつの出番だ。あつだ、ちょっとこっちに来い。ほら、ここに手を入れろ。そして今から、俺が質問することに対して正直に答えろ。お前らは、俺が来る前に荒野行動をやっていた。いや、やってないっす。ほら見てみろ、お前らが普段隠していることでも嘘発見器の前では丸裸っていうわけだ。ああ、たまたまだろ、たまたま。そう思うならもう一つ質問しよう。お前らが隠した携帯は今机の中に入っている？入ってないです。ほらな。まあ、見て分かった通り、嘘をつけば電流が流れるシステムになってる。これでお前らは、俺の前でもう嘘をつけないな。ははは、没収だ。